今から何をやってもらうかというと、片手でアプローチを皆さんにやってもらうんですけど、ほとんどの人は多分こうやって打ちます。こうやって打ちます。そうすると肘の関節というのはインパクト後にこっち側に曲がりたくなりますね。曲がりたくなります。でと同時にこの右手に作られた肘もこうほどきたくなります。いわゆるフリップ動作ですね。でこの動作をすることで片手でもうまくこう打てちゃうんですね。今からやってもらうのは本当にインパクトの形を作るので、アドレスしたところよりかは少し体が圧縮されます。この状態でインパクトを迎えようと思う、まあ、いわゆる正しいインパクトってまあこんな感じなんですね。右の肘がまだ曲がってる、右の手首もまだ曲がってる、当たってからボールを押し込んでいくんですけど、ほとんど多くの方は当たる前に伸びちゃう人が圧倒的に多いんですね。はい、はい、じゃあちょっと真似しますね。真似します。もう典型的な下と上が一塊スイングなんですよ、ね、これがショットに出るんですよ。でたかだかこのちっちゃなアプローチでもこう時間下がるの分かりますか。だから球がちょっと後から飛んでいく感じになるんですね。あこさんの場合は全部一緒、うまく当たってるけど全部一緒だから全部左行くんですよ、ね、これをこう、こうちょっとお腹が先に回って遅れてインパクトするとトップから自然とシャローアウトして低いとこから当たるんだけど、ここから一塊だからクラブが外が来るのね。じゃあ僕補助するので打ってくださいね。ちょっとお腹触りますよ。はい、どうぞ。おります。もう信じられない動きでしょ。はい、どうぞ。でこれでこうやったら届かないから、はい、もう一回いきますよ。もうちょっと近づいて、はい、どうぞ。こうやってくるんですよ。それ左がないでしょ。でそれは自分でやってみましょう。果たして今のでちゃんと時間差攻撃が できるかどうか。もっと近づいてね。肘ちゃんと作って右の手首もうちょっと曲げといて、はい、どうぞ。どう？一緒だよね。これができないんですよ。ね、やってるつもりなんだけど実際全然動いてないんですね。で、じゃあ、あこさんクラブ置いて、はい、手前出します。で、まず何も考えないで手三角形のまま、これ誰でもできます、こんなことは、ね、じゃあちょっと見ててね。これでこれは全部一緒ですね。全部一緒。これはね、あのね、練習して覚えるもんじゃないの。何こんなことっていう気づかないと一生できないことなんですよ。練習を積み重ねて覚えていくもんじゃないですよ。コツだから、あれ気づいたら自転車乗れるようになってたみたいなレベルの話なんですよ。はい、せーの、まず腕だけ。はい、時間差入れますよ。はい。あ、いいね、あ、いいね。はい、これを持ってやってみましょう。できてる、できてる。はい、果たして今みたいに胸郭が動くかどうか。はい、ボールがあると動けなくなっちゃうのがゴルフの難しいところです。はい、あのね、やろうとはしてる。さっきの横山さんと一緒で最初だけなの、やり続けるの。入りますよ。もう一回。はい、こんな感じね。あと今きっかけはちゃんとこうやって動かそうとしないけど、ここで動きが終わっちゃうのね。はい、動き続けるの、こうやって動き続けるの。力抜いてくださいね。入ります。最初こんなでいいから、最初はね、こんなでいい、こんなでいい、こんなでいい。こうやって振ってきたら、はい、ストップ。クラブってもうインサイドからしか来ないでしょ。入りますよ。はい、
これをうねるって言うんですよ、はい、僕に動かされなくてもできるように自分で頑張って、そう、はい、そう、だんだん途中でこう腕を使い始めるからでもそうするとね、目の前で今勝手にクラブがこうずっと八の字になってたの分かりますか、分かりますよね。でこれを動かなかったらもう八の字を強制的にまず作るの、八の字、八の字、八の字ね、体なんか無視していいからちょっと見てもらっていい、八の字、八の字、八の字で打つの、こうやってボールを、ね、ボールの上でずっと八の字描いておいて、いつもは八の字がこういう八の字になっちゃうわけ、ね、こういう八の字じゃなくてこういう八の字、だから最初はここからスタートしてもいい、ここから回して八の字、八の字、八の字でこうやって打つの、はい、やってみましょう。これでもうめっちゃ分離するからできるかな。もう体動かなかったらもう強制的に手で動かす、はい、八の字、八の字、八の字、いきますよ、力抜いてね、ここはゆっくり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 、はい、この感じね、はい、じゃあボールの上で素振りしていきますよ、八の字、ゆっくりゆっくりポーンと打った感じ、はい、どうぞ、はい、八の字描いて、八の字、そうそうそう、はい、そう打って、空振りでしょこれが打てないのはなんでかというと、せっかくちょっと一緒に見てもらっていいですか、せっかくこうやって八の字描いてたのに打てって言った瞬間にいきなりこうなるからですよ、ね、ずっと八の字こう描いてたのに打てちょっと空振りするんですよ、そうすると、はい、ボールの上で八の字描いて、で必ず八の字やるときはボールの上にクラブを戻ってくるところをちゃんと八の字描いてくださいね、はい、はい、打って危な大丈夫大丈夫、いいでしょ